皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。このコードが弾けたらプロギタリストみたいな感じで、ちょっと面白おかしく企画っぽく、まあ僕がよく使う手癖コードを皆様にご紹介させていただきますので、それにチャレンジしながら、うわできたとかできないとか難しいみたいな感じで、一緒にギターを楽しんでいきましょうみたいな感じの、ちょっと面白企画という感じでございます。レベルを4つに分けて手癖を紹介させていただきますので、ぜひともチャレンジをしてみてください。レベル1はこんな感じ。まあこれはまあ簡単、すごい簡単、6弦から7×7、6×5、5×7、6×5×5という感じです。どうでしょう、できましたでしょうか。まあ、G とか D とか C とかね、こういうオープンコードしかやったことがない方にとってはちょっと難しいかもわかんないけども、でもまあ頑張ればいける範囲かと思います。これは A on B ってやつなんですけれども、こんなコードが世の中には存在します。で、人差し指と中指をぐーっと下げて 7×7、5×4×4、7×7、5×4×4、この2つのコードがレベル1です。できましたでしょうか。綺麗に、鳴らすところと鳴らさないところをしっかりコントロールしながらできると嬉しいなという感じです。 A on B から、これは B7 数の、フラット9サーティンスというそういうテンションコードでございます。E に向かうときに使うんだけれども、この後に E が来るとすごいちょうどいいと。なんてやったりとかするとすごいこのシャレた感じになるじゃないですか。まあ、こんなコードがあります。よかったら覚えておいてくださいませ。レベル1できましたでしょうか。コメントをチャットに、できたできたできたみたいな感じで、できなかったできなかったできなかったみたいな感じで、皆様のそれぞれの状態をぜひ書き込んでいただけますと幸いです。次、レベル2に関してはまた B 系の、あとフラットナインス系のテンションコードでいきましょう。6弦から 4×4 親指で 4×4 で、薬指で 5×5、3本とも押さえてしまって部分制覇をします。こんな感じ、 4×4、5×5。 これとさらにこの余ってる小指でこの7フレットに行って、こんな感じで、4×4、5×5、7、こんな感じのテンションコードを入れていきましょう。どうでしょう、結構小指が辛いですよね。伸びねーみたいな感じで、いやーっつって、これはまあ、こっちの方がフラットサーティンスフラットナインスっていうテンションコードで、こっちに行くと、シャープナインスフラットサーティンスっていう G シャープセブンスのこっちですね。シャープナインスフラットサーティンスっていうテンションになるんですけども、これは C シャープに行く時の、テンションって感じです。こんな感じで、こんな感じに C シャープマイナーとか C シャープにメジャーセブンスとかに行くときに使えるような伝承系のコードでございます。ポイントはこの薬指と小指にいかにこの離すかって感じですね。ここはやっぱこのくっついてしまいがちなんで、このしっかり離したまま音源ができるように練習をしてみましょう。これがレベル2でございます。レベル3になってくるとちょっと難しくなってきます。いよいよこの辺が難しい。レベル3はこれとこれ、そしてこれ、ちょっとこの3コンボでいきましょう。まず1コンボ目は5弦から06220、06220、この人差し指でこの2弦と3弦の2フレットを同時に押さえちゃうのがミホスビソです。こんな感じで、で小指を伸ばして4弦の6フレットに行って、こんな感じで音源をしていきましょう。ポイントはこの1弦の開放です。ここをしっかり鳴らすこと、これがこうなんとかにならないようにしっかりと綺麗に1個ずつ鳴らせるように頑張って練習をしましょう。でその次2個目のコードが07440、07440、また人差し指でこの44、
いていきます。どうでしょう、できましたでしょうか、よかったらチャットにできたらできない書いてみてくださいませ。これもなかなかね、くせ者かと思います。ポイントはこの人差し指のこう、ね、指をどう使うとこの3弦と4弦を応弦して1弦の解放を鳴らせるかと。これはもう作成ることかなと思います。人差し指1本で頑張って部分制覇をしてみてくださいませ。で最後、何気にロイさんが、このコードが一番つらかったとおっしゃってましたけども、0、2、6で薬指中指で4、4、0こんな感じ。まあこれは E メジャーセブンスなんですけれども、ちょっとこの見慣れないフォームですよね。面白いですよね。こんな感じの3コンボとしましょう。これがレベル3。どうでしょう、できましたでしょうか。なかなか指がつるぜみたいな感じになっているかと思います。これがレベル3のコードです。ぜひできたできなかった、コメントとかチャット書いてみてくださいませ。最後レベル4、レベル4になると超ストレッチのフォームが出てきます。やってみるとするとこんな感じ。6弦から2、4、2、2、2、7、でここから小指を戻して5。これは簡単ですね。2、4、2、2、2、7で2、4、2、2、2、5。でちょっと続きいきましょう。このまま2、2、2、2、4、2、2、2、2、2、2、2、2、4、5弦から2、2、2、2、4で2、1、2、1、2、こんな感じの4連コンボでいきましょう。こんな感じのコードをレベル4とさせていただきたく存じます。いかがだったでしょうか。まあ結構これしんどいですよね。2、4、2、2、2、7。テンションコード、テンションの名前でいくと何だろう、これは普通にイレブンスかな。そうですね、 F シャープマイナー7のイレブンスっていう、まあそんな難しくないシンプルな名前なんですけれども、まあちょっとこのストレスがですね、ストレッチがですね、なかなかとんでもないことやってると。まあ、こんなのをちょっとやってみていただけると嬉しいなという感じでございます。でトップノートをうまい具合にと歌わせることがポイントです。そんな感じで僕の手癖をレベル4つに分けて、4つのレベルに分けてご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。ぜひコメントチャットに、これができた、あれができなかった、これがむずい、うんたらかんたらなんてことを書く込んでいただけると嬉しいなと思います。でこれ何度も言っているようですけれども、別にそのね、できたから偉いとかすごいとかそういうわけじゃなく、単純にいろんなコードフォームをね、一緒にこのチャレンジして遊ぼうぜ、楽しんでいこうぜって、そういう趣旨なんで、なんかできなかったからってガチへこみとかしないでくださいませ。でできたからといって別に偉いとかそういうわけでもないんで、まあ一緒にギターを楽しめれば OK ということでございます。できてもできなくても、この動画を楽しんでいただければ幸いでございます。それではそんな感じで今回の動画を終わりにさせていただきましょう。うまくできたとか、なんか感想とかありましたら、ぜひコメントちょっとバシバシと書いてみてください。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイの前に、私滝沢和成 YouTube メンバーシップなる有料会員みたいな、そんなサービスをやっております。そちらの会員になっていただくと、まあ、ギターの質問とか機材の質問とか、そういったこの質問に答えるみたいな、そういう会があったりとかしますし、単純にメンバーさんと同士の、ね、そのコミュニケーションで情報共有とか、いろんな面白いコミュニケーションが生まれたりとかするので、もしよければ、そちらの方のコミュニティも参加していただきますと幸いでございます。そんな感じで今回の動画も最後までありがとうございました。それではグッバイ、さよなら。